日本を攻める国はないいと思いますよ私はほら親米化ですから何かあったらアメリカは、ね、必ず助けに来てくれるはずだと思ってますただし100%の力をかけてくれるか、まあ、一応日米安保があるから一応、ね、支援した形にしとかなきゃって言って10%程度の力を入れるだけかもしれないでそれはその時の政権がどうなっているか時の大統領は誰かそしてアメリカ国民の世論がどうかそういうことを総合的にねパラメータが多いんですよ変動要素が大きいので 台湾やられました沖縄取られます、えー、何なら北海道を攻められましたっていう時にアメリカがどの程度、ね、助けてくれるかこれ分かんないわけですよね助けてくれるとは思うけども助けてくれないかもしれないそんなあやふやなものに全国の運命を、ね、託すっていうのは非常に不安ですよねであれば NATO だったらどの国の政権がどこかとか関係ないですよもう数十カ国の集団防衛体制ですからねですからどっかの国の政権が変わろうがどこの大統領が勝とうが負けようがあんま関係ない NATO の加盟国1カ国がやられたら全 NATO で応援すると相手を叩き潰すっていうそういうことですから変動要素が少ないんですよ NATO の方が確実に機能するんですね日米安保は分かんないトランプなのかバイデンなのかその次の代なのかによっても全然違うと思うんですよねはいそれを考えると日米安保を破棄しろというつもりはないですので NATO に入ってで日米安保もあってそしてちゃんと自衛隊を訓練しておけばですねそういう日本を攻める国はないと思いますよ